未知と発見にあふれた部活動が今始まる。ああ、胸が躍るね。神羅万象をサイエンスで解き明かす、この快感を君も味わってみないかい？知的好奇心は止められない。さあ、次の実験を始めよう。大発見の予感がするよ。科学館へボランティアに行ったこともある。来館者にサイエンスの魅力を伝えられて素晴らしい時間だった。観光材料が塗布されたフィルムに光を当てると化学反応が起きる。そう、写真もまたサイエンスなのさ。以前ビスマスの結晶作りの実験をしてね、ミステリアスな形と光沢はいくらでも眺めていられたよ。興味の赴くまま己のテーマを追求し続ける部員の瞳はなんて美しいんだ。まるで宝石のようだよ。壁についた指紋を採取する実験をしていたんだ。おや、この模様はトリックスターの指紋かな。最近はカラースモークについて調べているよ。怪しげな雰囲気を醸し出せるから舞台演出に役立ちそうだ。白を基調とした近未来的なデザイン、我らサイエンス部にふさわしい衣装だ。発酵の実験と称してトレイ君がヨーグルトを作ってくれた。頬が落ちそうなほどメアベイユだったよ。私の敬愛する役者が今度即興劇を演じるらしい。舞台でどんな化学反応を見られるか楽しみだ。あらゆる実験に失敗はない。もし予想と異なる結果になったら、それは新たな発見さ。トレビアン、サイエンス部に体験入部しないかい？不安がることはないよ。実験のやり方は私が責任を持って教えよう。